今年4月、こんなツイートが話題に。息子から反抗期届を提出されました。今日からスタートです。投稿したのは3児の父親。なんと中学2年生の長男から反抗期届なるものを手渡されたというのです。私は夏季の期間、反抗的態度を多く取ることを届け出ます。期間はおよそ4ヶ月間。その間の細かい希望も記入されています。反抗期届は母親作。少しずつ反抗的な態度を取るようになった息子へ、反抗するなら反抗期届出してからにしてと渡していたそうで、期限の4ヶ月が過ぎ、延長の希望もなかったそうで、長男の反抗期は無事終了。突然やってくる子供の反抗期に戸惑いを隠せない親も多くいます。ある時だけ突然別人格になるみたいな感じですかね。普通に穏やかに会話してても、その私の言った一言でパーンとなんか反応して、うぜーみたいな感じで、うわーみたいな。中学生の長男が反抗期真っ只中だという佐藤さん。4ヶ月ほど前、ゲームの時間をめぐり喧嘩が勃発した際には、私が冷静になろうと思って仕事とかしてたりしたんですけれども、ドーンって音がして、下から降りていったら穴開いてるし、よく見たらと思って、恐る恐る現場に向かった佐藤さんが目にしたのは、壁に開いた穴が額縁で飾られている様子。しかもその横には手書きのタイトルが。ガチキック、母親への憎しみを込めて。最初はびっくりとか、なんだろう、なんかちょっともう何が起こってるのかよくわからない状態で、でその後にもうブワーってなんかこう怒りが込み上げてきて、何やってんねんみたいな感じで、さらに母親の反感を買ってしまう結果に。なぜこんなことになったのか。お母さんとは別ならばというまさに反抗期らしい条件で、佐藤さんの長男が取材に応じてくれました。クソって感じで聞きました。それはお母さんに対して。はい。なんで言うことをばっか言ってくるんだろうみたいな感じで、それで腹立って。穴開いちゃった時どう思いましたか？穴開けたみたいな感じです。開けたったぜみたいな感じ。そこまで言ってないけど、怒りと嬉しさの狭間みたいな。子供が壁に開けた穴を親が反抗期の証として飾る様子がネットで話題になっていたことを思い出した長男。穴が開いてしまったので自ら展示したそうです。感情が現れてるタイトルだなと思ったんですけど、なんでこのタイトルをつけたんですか？多分親をもっとイラつかせようみたいな感じだった。別にお母さんと喧嘩したいわけではないんですよね、そこは。はい。複雑な感情に揺れ動く反抗期。そもそもなぜ子供が反抗するのか。20年以上子育ての悩み相談を受ける医師で臨床心理士の田中さんは、親の側から見たら反抗だけど、子供の側から見れば自己主張してるんだと。時に相手の意に反してても自分の思いをちゃんと通そうとする、自分を守ろうとする、そういうこう対人関係の練習ですよね。反抗期は自立の過程で重要な役割を果たしているといいます。しかしある調査によると、ここ最近反抗期がない子供が増えているというのです。その弊害とは。自己主張する練習ができてない。社会に出てから必要な時にはしっかりと主張するとか、そういう力がうまく育ってないっていうことも起こり得ると思います。親が高圧的で反抗することができなかったというこちらの女性、自己主張できなかったことで
その後苦しんだと振り返ります。周りにいいように使われるっていうんですか、思ってもない時間まで残業させられたりだとか。職場でミスが発覚した際には、上司の失敗であるにもかかわらず私が何かしたんじゃないかと、それで問い詰められて、言いたいことがあるなら言えってやっぱり言うんですけど、何も言えずに結局は自分のせいですということで言葉を飲み込むほかなかったです。人間関係がうまくいかず精神的にも追い込まれてしまったというロクさん。人と話せなくなったりとか、ほぼほぼ無表情でしたね。反抗しないことで損をすることの方が多いんだなって今になって思いますね。その後の人生を左右しかねない反抗期ですが、中には成人後に迎える人もいるようです。自分が親になったら両親に対して反抗する気持ちが湧いてきた。今まで我慢してきた分反動で爆発してる。今日は本人そして周囲が反抗期とどう向き合っていけばいいのか、ちょうどいい反抗期とは何なのか考えます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。